ダメだよ。
抱いてくれてよかった。
行くぞみんな！ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に上の許可を得ずに
したの悪いこと、はなはだ遺憾なことであり、だから部長に課長に平社員みんなやめて、そしこれからは今までの組織をまるまるっとスピーディーな意思決定で、お客さん実は今日とっておきのダイエットで、今や皆様の生活の基盤ともいえる今回のアップデートで、詳細はまだ聞いて、でもエデンアップデートを絶対に参加してし、やられてん、敵も去るもの。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに、上城側からこの件に関するリークがあった。つまりこちらが追及する前に、うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収、推測の域は出ないわ。内部告発自体、そしてこの会見も奴の巧妙な作戦、マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより自分たちから発表した方が、しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表も同時にやる、世間の目を分散させるいい手だ。また逆転の一手は岸辺と例のハッカーたち、デモンズだが、デモンズに所属するハッカーたちの赤く現実世界での特定は難しい。そうでしたか、強者、すまなかったな。いや、あの件に関して、まったく、人が真面目に話しているときに。おお、白峰ノキアからの呼び出しか。我々のことは気にせず、行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つ、という言葉が、今は打つ手がない。相手の出方を待ってみ。また女子くんの能力、まったくあの子は京ちゃんの親父さん。でも少し急いだ方がいいかもしん、あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、ただじゃ済まさない。あるいはん、ひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。なんで、ほっとけない。決まってるじゃん、デジモンたちを助けるために。おいおい、この前ステインに負けた時から私の力が足りてないってことはちゃんと分かってる。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団を結成。テイマー集団、二人ともジュードっていうハッカー。ジュード、ちょっと。さすがアラタ、ジュードのメンバーはハッカーなのに普通のユーザーやデジモン。だからジュードの元メンバーとか同じ考えを持ってる、その名もリベリオンズ。悪いハッカーからデジモンとエデンを守るチームだよ。どうどう、すっごくいいアイディアでしょ。ネーミング、もちろんリーダーはアラタだよ。っていうかアラタ、ああ、だってアラタ優秀なハッカーだもんね。あ、君も参加だからね。断る。え？断る？あ、ひょっとしてリーダーって、なんならボスでもキャプテンでも監督。オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。ごっこ遊び。俺はあのイカれた病気の原因を探る。おい、オタクもこんな奴に付き合って。ちょっと話があるんだ。感じは、いいもん、
仲間になってくれ。うん、なあ、あいつから話は聞いてるぜ。京子さんに教えてもらったんです。ああ、あいつに用って。はあいつはこの中だ。さっきは真剣な顔してない。あ、いえ。おお、腹減ってんの。そんじゃ、薄いのに人間関係結構濃いめで、とにかくクーロン言って言う。え、一度了解。じゃあ、おや、リベリエンジ、何を言ってるのかさっぱりわからないが、君もなかなか。ん、又吉刑事はどうしたのかって。ついさっき帰ったところだよ。今は相手の動きを待つべき時だ。君もこんな時は友達を助けてあげるのも、何がどう巡り巡って明日の自分のためになるか分かる。情けは人のためならず。